関西チャンピオンはこの朝日杯で決まります。明日のダービー馬がいるのでしょうか。まもなく発走です。ゲートが開きました。バラついたスタートです。ペースを作るのはどの馬か。先頭から見てまいりましょう。さあ先頭はナイキフライヤー、離れましてオープニングファーマー、それからスクリザブレイブ、それからトラストガンガン、外を通ってフェイシングダイモン、離れましてダイナマイトボディ、それからオリサード、外を通りましてフェイントリファール、続いて間違えタンホイザー、イタズラ高尾、最高峰ナイキフライヤー、まずまず先頭から最後尾までわずか9馬身。さあ先頭はナイキフライヤー、まもなく3コーナーに差し掛かります。その内側からスクリザブレイブ、外目をつきましてはオープニングファーマー、その後ろはトラストガンガン、オリサード上がっていきます。外を通りましてフェイシングダイモン、外目をつきましてはダイナマイトボディ、 600m 切りました。それから間違えタンホイザー、さあ4コーナーに間もなく差し掛かるところ、場内が騒がしくなってきました。トラストガンガン後位に振りついていきました。ナイキフライヤーまだ逃げている、直線コースを向いた。さあここからナイキフライヤー、ナイキフライヤー独走です。200を切った。ナイキフライヤー先頭間違えて動いた、ちょっと伸びない、これは強い。先頭はナイキフライヤー、ナイキフライヤー初のつなぎを見せつけました。本日のメインレースは共同通信杯4歳ステークス、まもなく発走です。ゲートが開きました。バラついたスタートです。タクシースピード王、行った行った。先頭から見てまいりましょう。現在先頭はタクシースピード王、続いてアイネスダンサー、その後ろはフェイシングコンカード、ナイキフライヤー上がっていきます。続いてユノパンタロン、内の方からシャドウブレイド、外を通ってエヴァマジック、続いてハヤテバカボン、インコースからゲリモダンディ、カチポチ最高峰ナイキフライヤー、まずまず馬群が一段となり進んでおります。現在先頭はタクシースピード王、それからナイキフライヤー、さらに後方からアイネスダウザー、離れましてユノパンタロン、 1000m 標識を通過、続いてフェイシングコンカード、こういった体型で早くも3コーナーに差し掛かります。さらに後方からシャドウブレイド、離れましてエヴァマジック、その内側からゲリモダンディ、さあ4コーナーに間もなく差し掛かるところ、場内が騒がしくなってきました。さあゲリモダンディ上がってまいりました。おっとフェイシングコンカード上がってきます。さあ最終コーナーを曲がって最後の直線、さあここからナイキフライヤー、先頭はナイキフライヤー、ババの真ん中からゲリモダンディ飛んできた、ババの真ん中からタッチスピードをやってきた、ババの真ん中からゲリモダンディやってきた、ババの真ん中からゲリモダンディやってきた、これはもう楽勝です。ユノパンタちょっと伸びない、ナイキフライヤー白のつなぎを見せつけました。勝ち点は1分49秒5、ナイキフライヤー見事共同通信杯4歳ステークスを制しました。
三冠レースの第1弾は皐月賞です。今年は三冠馬が誕生するのでしょうか。まもなく発走です。ゲートが開きました。おっと、声優王大きく出遅れました。正面スタンド前の先行争い、ペースを作るのはどの馬か。先頭から見てまいりましょう。現在先頭は日本ブルボン、続いてダンクダンクダンク、外を通りまして藤山ヒサ、内の方からカレオン、その内側からナイキフライヤー、離れましてエヴァガッツ、その内側からダメ元マリノス、内の方から声優王、外目をつきましてはジョーノン・ワンダー、ユタンポマン最高峰、ナイキフライヤー、まずまずかなり縦長の展開になりました。現在先頭は日本ブルボン、さらに後方からナイキフライヤー、離れましてカレオン、さらに後方からダンクダンクダンク、エヴァガッツ、上がっていきました。離れまして声優王、それから藤山ヒサ、こういった体型で早くも3コーナーに差し掛かります。ダメ元マリノス、上がっていきました。内の方からジョーノン・ワンダー、800m 標識を通過、ユタンポマン最高峰、ナイキフライヤー、まずまずかなり縦長の展開になりました。先頭から見てまいりましょう。現在先頭は日本ブルボン、まもなく3コーナーに差し掛かります。離れましてナイキフライヤー、さあ最終コーナーはもう目の前です。人気の日本ブルボン、残り9頭を従えてトップです。各馬一斉に仕掛けた。さあ最終コーナーを回って最後の追い比べ、さあここからナイキフライヤー、先頭はナイキフライヤー、200を切った。日本ブルボン、差を詰めるナイキフライヤー、先頭ダンクダンクダンク、ちょっと伸びない日本ブルボン、すごい足でやってきた藤山さん、馬群に沈んだナイキフライヤー、今勝ちました。タイムは1分59秒、ナイキフライヤー見事勝ち勝を制しました。4歳サラブレッドの頂点を決めるダービーがやってきました。どの馬が栄冠に輝くのでしょう。まもなく発走です。ゲートが開きました。おっと、間違えたんホイザー、大きく出遅れました。正面スタンド前の先行争い、ペースを作るのはどの馬か。先頭から見てまいりましょう。さあ先頭はナイキフライヤー、インコースからタイシータン、外を通りましてボーネルブリッジ、それからダメ元マリノス、外を通りましてシクラメンシェリフ、その後ろはマヤノパトユース、ユタンポマン、上がっていきます。内の方からゲリモダンディ、イキノサンデー、上がっていきます。マヤノパトユース最高峰、ナイキフライヤー、残り9頭を従えてトップです。先頭から最後尾までわずか9馬身、先頭から見てまいりましょう。現在先頭はナイキフライヤー、外目をつきましてはダメ元マリノス、内の方からユタンポマン、外目をつきましてはシクラメンシェリフ、ゲリモダンディ、上がっていきました。内の方から間違えタンホイザー、外を通りましてボーネルブリッジ、インコースからイキノサンデー、続いてタイシータン、マヤノパトユース最高峰、ナイキフライヤー、先頭集団をキープ。先頭から最後尾までわずか8馬身、先頭から見てまいりましょう。現在先頭はダメ元マリノス、その内側からナイキフライヤー、外目をつきましてはシクラメンシェリフ、それからユタンポマン、こういった体型で早くも3コーナーに差し掛かります。インコースからゲリモダンディ、続いて間違えタンホイザー、 800m 切りました。それからボーネルブリッジ、さあ4コーナーに間もなく差し掛かるところ、場内が騒がしくなってきました。さあ行きのサンデー、上がってまいりました。おっとシクラメンシェリフ、上がってきます。さあ最終コーナーを曲がって最後の直線、さあここからナイキフライヤー、シクラメンシェリフ、まだ後方シクラメンシェリフ、まだ抜けられないシクラメンシェリフ、ちょっと苦しいか。ここでナイキフライヤー先頭、シクラメンシェリフピンチ、ここでナイキフライヤー一気に突き抜けた。ダメ元マリノス、馬群に沈んだゲリモダンディ、すごい足でやってきたナイキフライヤー、先頭ナイキフライヤー、人気に応えました。
本日のメインレースは毎日王冠。まもなく発走です。ゲートが開きました。おっと、藤山玄丹出遅れた。何が行きますか。先頭から見てまいりましょう。現在先頭はユートルケイ、その後ろはブルーレットブーケ、外を通りましてナイキマーシャル、その内側からナイキフライヤー、それからスキーバレリーナ、インコースからイクノチクタク、それから次のシンフォニーカブリソング上がっていきました。続いて藤山玄丹最高峰ナイキフライヤー、絶好の位置取り。先頭から最後尾までわずか8馬身。さあ先頭はブルーレットブーケ、ナイキマーシャル上がっていきました。外を通りましてユートルケイ、外を通りましてナイキフライヤー、イクノチクタク上がっていきます。まもなく3コーナーに差し掛かります。その内側から次のシンフォニー、外を通りましてカブリソング、 800m 切りました。インコースから同様リファール。さあ4コーナーにまもなく差し掛かるところ、場内が騒がしくなってきました。 600m 切りました。ペースが上がってきました。直線コースを向いた。さあここからナイキフライヤー、先頭はブルーレットブーケ、ババの真ん中からスキーバレリーナ突っ込んできた。2頭の競り合い、同様リファール、顔を詰める、同様リファール、顔を詰める。ババの真ん中からウクロを切った、やってきた。ババの真ん中からブルーレットブーケ、やってきた。優先権バジェンに沈んだ。先頭はナイキフライヤー、ナイキマーシャル、バジェンに沈んだ。府中の 2000m は魔物が進みます。秋の天皇賞、古馬の中距離王者はどの馬でしょう。まもなく発走です。スタートしました。おっと、ゴーゴーゲット、出遅れた。サイエンスモナカ、いったいった。さあ先頭はサイエンスモナカ、その後ろは老人カバリー、外を通りましてユートルケイ、アイルトンシンガリ上がっていきます。続いてナイキフライヤー、外を通ってアイリッシュダンス、外を通りましてキングオブタイヤ、その後ろは八島ゴブリン、続いてブラウンシティゴーゴーゲット、お金加減です。ナイキフライヤー、絶好の位置取り。かなり縦長の展開になりました。先頭から見てまいりましょう。さあ先頭は老人カバリー、インコースからサイエンスモナカ、外を通りましてナイキフライヤー、それからユートルケイ、その内側からアイルトンシンガリ、さらに後方からアイリッシュダンス、離れましてキングオブタイヤ。前半 1000m 59秒で通過。まずまずでしょう。その後ろは八島ゴブリン、こういった体型で早くも3コーナーに差し掛かります。続いてブラウンシティ、早くも3コーナーを回って3、4コーナーの中間地点、場内が騒がしくなってきました。馬群が固まってきました。 600m 標識を通過。おっと、老人カバリー下がってきます。直線コースを向いた。さあここからナイキフライヤー、先頭はナイキフライヤー、八島ゴブリン顔を詰める、アイリッシュダンス、